星お疲れ様ですいやー今日はですね <laughs> なんかあれですよね今日一つ二つぐらい二つか二つだけじゃないかあの桜のやつと朝の散歩して桜をあげたのと あとの大関慎吾氏が安と恐喝しようと、まあ、あの非弁行為ってやつですね弁護士にあらずの人間が弁護士の行為を 弁護士資格がないのにあの <coughs> 損害賠償を請求してくるっていうね、まあ、非弁行為、まあ、いわゆるこれ強脅迫とか恐喝とかねあとは殺取ですよねにあたるということで年会0回中3ハロってやっぱり設置されてます。と、うん、いうことでまあ上げてその証拠の動画をねでまあメモリの方がなくなっちゃったりとかするから、まあ、消したりとかね で一応証拠のために、まあ、出したっていうことですね。<laughs> えー、あのー、うんやっぱりやっちゃいけない法律でしてはいけないことはしてはいけない。でお酒にのなんか酔った勢いで感情に任せて、まあ、話をしてなんかお前のこと なんかぶっ飛ばしてぶっ飛ばしてなんかボコりてよとかお前弱そうじゃな、ね、いとか、ね、お前来いみたいなね今から言ってやるよとかちょっと取れてなかったんですけどゆったりとかし,あのしてる部分があってあ,ありますなのであのー、明日ちょっとなんかい何個か34個ぐらい。 あのー、3分から5分ぐらいのやつを4つぐらいとか、まあ、話の流れでね、まあ、の部分部分で切り抜いたのでもし興味がある人は見ていただければみたいな感じで開けていこうかなと思ったんですけどやっぱりね <laughs> 彼らはイラストを。 かからかお金を巻き上げたいんですよね。そうあたかも彼らがなんか正義でやってるみたいな感じに思われるかもしれないんですけどそう全くもってなんか正義なんてなくてあのね 電話のヤストと大関慎吾氏のやり取りを聞いていただければ、もうねあの小学生でもわかりますよね。うん、テレブさんハルテレブ先生出ます。うんね、まあ自分たち自分が再初言ってた感じ。 のことがまあ分かってくれいただいたと思うんですけどまあそのセクハラキッド首郎がねあのー、コルセット巻いてまあゆすりたかりみたいなねじさはるとやっぱり切磋でますで大関信吾氏はそのねまあ自分が小山慶吾が裁判になった中原弁護士をまあうざいやすあ、えー、セクハラキッド首郎に 紹介して損害、はい、賠償請求するみたいな感じでまあ大関慎吾し自ら家スとに電話でつなぎ告げるっていうことですよね。法律に抵触するってことすか全く分かってないんですかねなんかあるいは暴走するしてなんか。 大関慎吾氏もセクハラキット氏もあと信義氏もその三者がなんか犯罪を認識してるが上でモブザイヤストにヤストにお金をせびって自分たちが悪いっていうことを世間の人々に知らせたかったんですかね。 まあこれいわゆる良心の過酌ですよね自分で自分がわ悪いっていう、うん、あの自分で自分を責めるっていうことに耐えきれなくなってきてるっていうような感じなんですかね。コルセと周りにいたセクハラ・シロシもなんか「痛い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 」痛い痛いとか言って、ね、あなんかわざとらしく言うみたいなね。 なんか悪ぶるっていうかねもう本当にゆすりたかりが明らかですもんねでまあのその信吉氏も安田にお金を取りに行くとかね言ったこととかもそれはねビデオとか録画撮ってないですけど、まあ、言ってることが本当だったって分かってもらえたと思うんですね視聴者の方々に。ジェ そうなんですね、テレマさん <laughs> 大関慎吾氏の知り合いの病院をセガハラキッド氏に紹介したっていうことなんですね、うん、それはでもあの刑事さんからもうね連絡来てるしその日の事情聴取と当日ですね殴る殴るなんかそのタクシーでワイワイやったっていうねワンワン わわちゃわちゃゃやったっていう時の帰りの刑事さんの事情聴取でもう譲りたかりだっていうのは分かってますっていうことでねあのやすとは言われてるってことだね。うん、そんなことでしたら余計ねあの映像を見てだあの警察,警察官や、ね、刑事さんとか、まあ、検事あるいは裁判官も。 ゆすりたかかりりだってわかりますもんねどう考えてもで昨日も言ったかもしれないですけど言ってないかなこれは。あの警察官がこれ昨日多分言ったよね柔道とか剣道とか合気道とかさあのそういったあとコンボコンとかねのあの稽古するわけじゃないですかあの乱取りとかさ。 でそういう中でそのやすトがねなんか体に触れたから体に触れたなんだみたいなさその殴った疑惑みたいな感じですけどそれでその後遺症とか言ってるじゃないですかね後遺症残らないでしょ絶対。ねどんだけの、ね、殺されるとかさ自分に思いっきり言ってきてあのなんか町屋の公園で。 でも殴れねえだろとかってけ喧嘩できねえだこねやろとかさねでも弱いくせに怒ってんじゃねえよとかねさんざん言いまくって自分がね殺され弁たれみたいなね譲りたかりみたいな恥ずかしくないのが人間としてっていうねうんねえ後遺症とか言ってね何言ってんだって感じですよね 後遺症の心断症が今現在出てるんだったらわかるけどねえしても入院でとかねレントゲン取りましたとかねいやーほんとにねゆすりたかり恐喝もう甚だしいですもんね,ね彼の脅迫ぶりが、ね、そりゃあやすともうちょっとねふん怒り心頭ね憤慨して 言葉を、声が大きくなったりね、すしちゃいますねと思ってなんかちょっとかわいそうだなっていうかさあの、申し訳ないなと思ってますよなんか、皆さんに対してねうん何がこういうだよね 子供たちがさ、ね、幼稚園生でも小学生でも中学生でも高校生でもさ全国大会でさあれは世界人とかでも、ね、全国大会で優勝しようと思ってさ、ね、柔道でも剣道でもさ合気道でも、ね、あるいは空手とかさ、ね、ボクシングとか k 1とか総合とかさ相当練習してるわけじゃないですか。それをさ、ね そんなことでね。うん。それ、なんか、自分たちが悪いのにね。恥ずかしくないのかなって感じですよね。それを YouTube にして。何考えてんのかなと思って。やらさせたら弁当。本当にマネジシアムのが男らしいですよね。全然自分と関係ないところに。 えっと、ン,ンス両親の呵責で、もう本当自分で、自分で、自分、自分で自分を責めるっていうことに耐えられなくなって。ね、まあ、警察官の公務執行妨害っていうことで、まあ、これから懲役に行くみたいなね。うん、で、そこも、やっぱり、小山圭吾に西山は。迷惑をかけたくないってことですね。で、小山圭吾の。ことが本当に事件、刑事事件とかだったら、まあ、このぐらい行くだろうみたいな感じで、まあ、見越して。ね。 あのまあ3年ぐらい2年, 2, 2年から3年あれはもうちょっとかも3年半ぐらいかもしれないけど、ね、あのそれでも短いぐらいだろうぐらいに思って懲役、まあ、に行くんだと思うんですよね西山とのり智則は。まだ西山の方が本当に男ですよね。男気とかまるでかん感じないですもんね。はあ、残念な限りですよ。 まあ震災のこととかもなんか自分がしね誹謗中傷みたいな感じでされててなんか謝罪しろとかねなんか言われてました彼らも言ってたけど、うん、3.11ね東北の震災もすごかったですもんね揺れがでその後まあその の浜田政務官のね、の答弁も気象変動装置やとかもあったけど、ね、地震発生装置は今や国際社会の常識ですということでね、政府と、まあ、世界政府、まあ、日本も含めた世界政府と、 まあただ当初その3.11東北の自治でも行かないような状況だったけれどねあのどのぐらいか半年以上過ぎて一般人のボランティアを募集しましたよねで延べ人数何万人ぐらい集まったんですかねちょっとわからないけどかなりの金額がまあねあの ボランティアの人たちが東北の震災の除、ね、染活動とか集まって当初予定してた除染費用がかなり浮いたとか言ってねでそれがまあ自分の神奈川県にいるねあのいとこ5人兄弟なんですけど2人が除染活動行って二人ともみ ととかもうちょっと行ったのかなまあ1日とかわ分かんないですけどでまあ自分とね年はね10個とか13個ぐらい離れてるんですよね。でそのぐらいの世代まあ今から13年前だったから今年47歳か4十三3三ぐらいか33歳ぐらいでの時に、はあ、13個してたから。 二十歳ぐらいだったのか、二十歳と二十三歳ぐらいだったけど雄太郎と領事って言うんだけど、うん、そのぐらいのさ二十歳ちょっと過ぎたぐらいの世代のなんかちょっと流行りみたいなねなんかムーブメント的な感じであのー、まあお金とかいらねあの遠くの人たちもっと大変だろうからみたいな感じで、ね、放射能も分かってるけど ちょっと女性、うん、活動ボランティア行ってくるみたいな感じで、まあ、1年間ぐらいねボランティアが相当な人数が集まって、ね、その若者のちょっとちょっとした二十、まあ、歳過ぎたぐらい二十歳から30歳ぐらいの人間たちはちょっとブームみたいなねあの女性活動行って。 行ったんだぜまあ言う言わないもあるかもしれないけどなんかね流行りみたいな感じハリス・さんあるとセサーま,す、ね、まあその流れもあったからその滞る滞らないみたいな感じで、まあ、3.11があって、まあ、政府が除染活動とかねそういったところとかがれき撤去とかねあの思い 費用、莫大な費用がかかるっていうところでボランティアを募集してみようというねところにそういうアイディアにねあの案に至ってボランティア募集したところたくさん集まったっていうね、うん、一番最初からだから、まあ、ボランティアあの募っておけばって政府も思ったとか言ってねなんかそういったニュースとかも出てたけど やっぱりなんかそのねちょっと難しいっていうねその半年以上ぐらいとか政府でなんとかあのお金払ってみたいなね人を雇ってみたいな。だから芸能人とかがなんか1日30万とかねあるいはもっと出てるんじゃないかみたいなさそういう噂とかもねあった中一般人の方々がねボランティアにね何十万何百万と集まってノベリ人数何百万人も集まったんですよね。 あるいは何千万人クラスかな、うん、ユーチャンネルさんあると面白いですねえ疲れ様で痔の治し方を教えてください痔の治し方ってなんかあんまり吹かないことじゃないですかウォシュレットを使うとかあとはあのー、初めに流して水出るやつだったら ティッシュにちょっと水をつけてあ拭くみたいな。そうするとあの落ちやすいですね。あのお尻拭くときね、お尻とないあのおとトイレあったら水をつけてそれで軽く拭くといいんじゃないですかね。やっぱりお薬塗った方がいいじゃないですかそれで。ユシ、はあ、さんハルタブシです。ありがとうございます。 ね若者のムーブメントみたいな、ね、感じになったらねボランティア女性活動みたいながねきていけどね 福島の震災みたいなでも能登半島はあまり集まらないって言われてますよね今ねなんか、うん、よかった。

やっぱりねそういう優しさとかもあの人々の優しさとかも知ってるからそうあのー、当初から YouTube 始めたとかね Facebook か始めて YouTube に移行しましたけどあっまずよくなりました経験されてますそう自分はそんな別に人を陥れようとかね 自分がその地震とか戦争とかコロナ生物兵器のコロナとかねそういうのをコントロールしてるわけじゃないからお疲れ様で,したです何か,なんか大口さんでも非常に残念というかうんまあ間違えたぞとかね言ってますけどね 愛がなないい感じみたいなね特に震災にとか震災にあったね東北町とか石川県新潟石川富山福井かなたりの人は心のない発言だみたいな感じで思う方も 多くいらっしゃるかもしれないですけどね、うん、人の気持ちを分かってないとかねよく言えるなそ,のそんなことみたいな、ね、で人って弱いじゃないですかとかさ弱いね勉強もスポーツも武道とかもできないじゃないですかみたいなさ格闘技とか。 うん、それが普通の人ですよみたいな感じの今日なんかテレパシーが聞こえてきて、まあ、ニュース見せてとかしてちょっとどのようなニュースの女性とかだったかちょっと忘れちゃったんですけどでもさそれってやっぱり逃げじゃないですかなんか普通の人は勉強とかスポーツとか、ね、武道とか書くきできないですよみたいなさ は、ねまあそういう人が楽しんじゃいけないかどうなのかみたいな夢見ちゃいけないのかみたいな、まあ、別にそうじゃないとは思うけど見てもいいと思うよ食用、ね、に寄せんがないとかいうことわざがあってそれでもあるじゃないやっぱり勉強したりスポーツしたり で成功した人の方が収入がはるかに違うってことですよね。自分でやりながら思ったりすると思うんですよね。うん、自分が従事してる仕事が。ね。あの あまり収入が良くないとかどれや誇りに丸入れる、ね、仕事とかだとその割に賃金が低いとかねだとすごく自分でなんか勉強してくればよかったなとかスポーツもっと頑張ればよかったなとか思うと思うんですよ。そういった中でね普通の人が政治家を志すなんて とかさね、あの自分が挑戦できなくて不甲斐ないみたいな気持ちを抱く人がの方が多いから、うん、でもそのねど自分に努力がたがりなかったと思う一般人の多くの方々はそれを過去つけてそれに過去つけてなんか 人に意地悪するような意地悪とか憂いとかね態度で表さないまでもねえんかう人を羨ましがったり妬んだり悲願んだりして。 なんか潰そうみたいなそういうのは本当絶対良くないと思うんですよね。そういったなんかことが分からない自分が努力してないのに、ね、お金を。 むさぼろうととするとかさ、ね、努力してこなかったから、うん、成功したしそうな人間とか成功してる人間を寝たんで、うん、協力的ではないみたいなね。やっぱり今日ちょっとね周り方とお話しした時に。 やっぱり政治家とか官僚とかねあるいは大企業の息子娘とかねその一族とかだとやっぱすごくねあの一般の人たちよりもやっぱり厳しいと。でその親たちや祖父母とかは。 近所の挨拶ぐらいはするけどやっぱりこう喫茶店だとかレストランとか行ったりとかしてしなかなかしないし行ったとしてもコミュニケーションを取らないそしてその子供や息子たちっていうのはそれ以上にね子供や息子たちっていうのはすごく厳しいと一般の人たちよりね。 カバンなんかこう振ったりとかもして歩いたりとかもできないしね、まあ、何ができないこれこれができないあれができないみたいなこととかもすごく強く言われると、うん、そういうなんか息苦しいねあの自分にとってはそういう家庭環境とか、うん たそういった社会の立ち位置ね社会的地位に置かれてるって自分の立場がすごく苦しかったっておっしゃってましたねその方は。うん、もう一般人の人の暮らしなんて比べ物にならないってやっぱりこういう政治家とか官僚とか、ね、あの大企業の一族とかに生まれるとやっぱそれは相当大変ですよと。 いうこととでおっっっししゃててましたがわかるなぁと思って自分はねなんか自分のことをい自分の一族の人間、まあ、祖父母とかはね、まあ、い普通に育てたいっていうね感じでみんながそういうふうに自分の血筋が近い祖父母とかねしいとこ親戚がそういう感じにみんながみんなね 普普通で普通で、で、でみたいな感じう、ね、まく、あ、その競争とかね自分にやってもらいたいとかねこの世を救ってもらいたいみたいな、まあ、そんな感じだったですけど自分ちは。 普通の人は自分のこの小山慶吾のね悩みとかわかんないですもんね絶対ね、うん、<ー>一生懸命勉強して体鍛えてジュンさん,あり,んありがとうございますいただきますすみませんありがとうございます すませんちょっと眠くなってきてるんですか申しし訳ないいす。ありがとうございます。がままた軽く目覚めましたそ,うそういった状況でなんかやっぱりねちっちゃい時5歳ぐらいで教争ができないよ。できるような心ではあったけどやってもいいかなと思ったけど本当に足し算とか引き算とかできないのとかがまずいなと思ったし。 オートメエルはね、正義とか勇気とか優しさとかね、そういった。物事の考え方、ね、し神様に対するとか。そういうことでなんか、身についてたんですよ。うん。なんか、心から、なんか、こう。流れるようにね。出てくるんですよね。だけど、やっぱ、こう、表に出て、競争とか、そういう感じでやってもいいかなとか、やりたい、あの。 競争やってでも世の中変えたいな政治家とかねそういった社会的地位を獲得したいなと思ったから YouTube やったんですけど、うん、やっぱりね難しいですよね。うん、ね福島の震災も、まあ、と今回のどんも。 コロナや戦争もなくなってほしいなとかあってほしねそんなこと起こってほしくないなと思って Facebook や YouTube やってるし指名、まあね、の不良畑みたいな感じでね指名のチーマーみたいなのもやった,やったので指名、まあのチーマーみたいな指名のチーマーというようなねこともやってきたのでその中でやっぱり不良や 厳しくないっていうことは絶対にないし、うん、毎週オールしなきゃいけないしジュニアスあるやってます毎週土曜日週1回だけどね始発までい,かない,いなきゃいけないっていうね、うん、だからこそっていうかね すごく、その震災東北の震災の時の3.11のボランティアでたくさんの人々が集まったっていうことかあのー、自分はその時宅建勉強してたんですけどなんか行けなかったけどお金もなくて時間もないしね、うん、まあいとこたちが行ったっていうのを聞いただけど、すごく嬉しくなるよね感じで、ね。うん 自分は宅建取って多くを寄付できるようになったりとかね大きいお金とかね,ねあるいは宅建資格取って時間に余裕があったらみたいな感じを持ってもうすぐはかなわないなと思ったんでここから何年も続くんだろうなとかね思いながらその福島の震災について考えてまして。 今でも考えますけどねノトハン島の震災もねについても優しいか優しくないかってすごく重要ですもんね人として、うん、なんかねその 申しから申,申しの仁義でしたっけ仁とどちらが大切か老子だっけ申しかその問いとかも頭にちょっと呼びますけど。 厳しい優しさが一ゃ難しいとか言いますからねうん人が本当に人間が良ければね世界の首脳も地震とかね生物とか戦争とかでいろい食べてますよ。ね の命を奪ったりね経済でもう命を奪おうみたいなね格差をつけてみたいな生物兵器も使わないと思うしそういうのって悲しいなと思うけどねでもやっぱり嫌なやつは人生に結構。 登場してくると思うんですよね皆さんも登場してきてたとかね登場して今でも登場してきてるみたいなね正義ね なんで神様を争わないように作んなかったんだろうね。人間をね。重視されてます。ね 誰よりも結構そういう思って活動してきてるから、東北とか石川県、新潟とか福井とか富山のね、子供たちには、サボるときあってもいいよ。サボれない人間なんていないよ。だけど、今日サボるは休憩じゃんみたいな感じ、ね、で、100メートルさ、ダッシュしたり、 あるいはもうちょっと長い距離2 0 0ルとか4 0 0ルダッシュしてその1 0 0ルとかダッシュしたスピードで1 5 0 0ルも走れないもんね5キロや1 0ロやフルマラソンの4 2 1 9 5キロなんか土台無理な話でどういうペースがいいかってことやね努力っていうのはどういうペースがいいのか自分に合ったペースまずはね あゆえを書くのも幼稚園の年長さんの時は遅かったでしょみんんな幼稚園のの年長さんの時に足し算も引き算も掛け算も割り算も分からなかったでしょ分数とかね小数点とかだんだん早くできるようになったじゃんみたいなさ、ね、肝心なのはそこだよねペースピッチみたいな感じですよね テンポですよね、要はね速さみたいなね的速さみたいなサボりてえと思ったらサボればいいんだよねで休んでも次の人が頑張ればいいじゃんねそれの積み重ねでしょ その積み重ねがどうやって人生が花が咲いていくのかって感じじゃないはい、あ。皆さんチャリンコで話した積み重ねだからね、はあ、その一歩踏み出せるか踏み出せないのもあるしねその資格取ろうって決めてその勉強できるかとかね、はあ、このスポーツやろうと思ってそのスポーツできるか。 ジムに通ったりできんのかってことよね。それはすげえ大切ですもんね、その一歩がね。お、うん、人になればなるほど、なんか、目指さなくなってくるしね。で、東北も、その石川県の担当の震災の被災者の人たち、 特に子供たちは勉強とかスポーツとかね武道とか頑張ってもらいたいなと思ってだからこそ厳しいこと言うんだよね間違いだたったとかね俺はねそういうさ深い自分の心理までも読み取ってもらいたいねとも読み取ってもらいたいですなと思って読み取ってもらいたいんですよ ねえ自分が素晴らしい人間だったら選挙に出ればいいじゃん。コメントやチャットで、ね、自分のことまたあ,あるいは自分がそれね俺のが配信者になって自分をや揄すんのもいいよ。だからその深い何を俺が考えてるのか何をもって、ね、持ってして。 間違ったっっっって言ってて言んのかっていうことだよ、ね、伝わるかなと思って子供たちは純粋だし伝わってるからこそやっぱりちょっと大田区ね大田区の東小路屋やった自,自宅を離れて見ると、ね、薬局とかスーパーとかで女子高生女子中学生や女子高校生がね あるいは大学生ぐらいの女性がはね、あの近くに寄ってきてくれるみたいな感じで嬉しいなあと思ってさ話しかけられるまではないんだけどねあ俺のこと知ってんだなあとか今日も喫茶店とか入ったんだけど店員さんとか、ね、そこのお客さんたちもあ俺のこと知ってんだなあみたいなさすごく嬉しかったっすね嬉しいね嬉しいですよね い、すみません。ちょっと眠くなってきちゃったんですけど、申し訳ないです。いい話だななんてありがとうございます。その世の中、えるの一筋じゃな、じゃあいかないですもんね。嫌われるぐらいの覚悟でも、ね、やっぱ、正義とか勇気とか、ね、見せたり話したりするほど人気が下がっていくんですよ。ね、おひねりのスパチャね。 おひねりが飛ばなくなるんですよねもう今日は深夜だからっていうのもあるかもしれないけどうさっきね淳平さんがちかいたやつねあっ淳さんありがとうございますねえなんか あとで、それでは。今日で、ね、もう一つさ。その震災のこととか。話してる人ともう一つ話したのがさ。まあ、金田一はじ。金田一さんっているじゃないですか。金田一始めてるから。金田一さんってさ。もう。 金田一さんと息子さんと、その娘さんが、が辞書に携わったんですよ。国語辞典、国語辞書ね。で、国語、その金田一さんが。こう言ったんだって。一日ごとと。あ、じゅ、純一さん。純一さん。ありがとうございます。いた、だきます。あれさすいません。ありがとうございます。純一さん、今。はあ 淳平さんじゃないですか淳一さんだったみたいなね淳一さんだっけな淳平さんだったかなと思っちゃって今多分それを淳一さんが察知してくれたんですねもう一回ねあ,ありがとうございますすいませんいただきますえー、その金田一さんがこういうことを言ったらしいですね一日起きと一日ごとの違いはんこれ難しいですか 一日起きと一日ごとの違いは何ですかこれね一日起きっていうのは一日開けるってことですね。一日目にやったら2日目は休みで3日目はやるってことですね。で4日目は休んで5日目やるってことですね。これを繰り返すってことですね。一日中1日開けるってことですね。じゃあ一日ごとはということですね。さんさありがとうございます。 いただきます、頑張ります、されます。で、一日ごとって何ですかって。一日ごとに掃除しますとかね、掃除してください。一日ごとに勉強してください。これね、一日ごとっていうのはね、そこに答えはないらしいですよ。金田次さんがこう言ったらしいんですよ。そこに答えはないって。一日ごとっていうのは二つの意味があるんですね。さっき言った一日おき、一日開けるってことね。 もう一つは毎日ってことね毎日掃除するとかね毎日勉強する一日ごとに勉強するっていうことなんですねこれ国語の辞書の先生が言ったらね国語の辞書の金田一さんがおっしゃったっていうことで,でその時にねこれ自分がこう話したんですよそれはねもしね先,生と立先生という立場で質問されたらたりお金をもらって あの生徒に教える、ね、家庭教師だとか学校の生徒たちに教えるとするならば「一、ね、日ごと」っていう言葉には2つの意味があるんだから私が「一日ごとに勉強しなさい」って言ったのは「毎日勉強しなさい」ね「毎日掃除をし,たして毎日勉強しなさい」ということね。という意味を「一、ね、日ごとに掃除をして勉強しなさい」っていう 言葉の意味は毎日掃除をしてしっかり掃除をして毎日勉強しなさいっていうことなんですよとねその一日ごとっていう意味に2つの意味があるんだからお金をもらっていただいてねあのその仕事を受けてるんだから生徒に対して、ね、または まあ講演会とかだとしたらお金を出して来てもらってる人たちに正しい知識を与えるなければお金をもらってるっていうことのね報酬の報酬は対価ですよね自分が教えるっていうことに対しての対価でもらってるわけだからしっかり教えてないってことになりますよね。それれ無責任ってていうことにも言われても、言わ おかしくないんですよだから自分はその一日ごとというのは2つあるんですね。というところで一日間を中一日空けるということと毎日っていうこの2つの意味が全然違うのに一日ごとっていうねという言葉があるんですよねということで30日あって一日ごとに勉強してくださいね。 家庭教師や生が、それで十9年ねあれまあ家庭教師だったとしたら先生が言った通り1日ごとに勉強したんですよって言ったらね15日しか勉強してないから成績が上がらないんですよね1位取れないんですよね。1位ね上位じゃあ10番までに入ろうかみたいなね入れないんですよね。<laughs> ね、よっぽど一日大きいです,すごくその一日たくさん勉強してるとかだったら分かるけどねだからねえ旦那さんおもろいですかそ,そしたら半分しかね勉強してないんだから、ね、30日あって15日しか勉強してない私が言った一日ごとっていうのは毎日一日ごとに予習復習をして、ね、しっかり勉強していきましょうそうすればねあの今年は 10倍以内に入りますよっていうねその目標前提に私はも,ものを言ってますからっていうことですよね。でその生徒が取った成績も対価ですからね自分の教えた教えによる指導の賜物ってやつですよね結果が出たってことは。だから しっかりねその一日ごとっていうことも伝えなきゃいけないじゃないですかって言ったらやっぱりね小山圭吾は言うことが違うって言われたそのとりそうですよねこんな話が出てこないって普通のやつはあの特にあの小山圭吾が戦ってる今トラブルになってる人間たちなんて絶対出てこないんじゃないですかって。 すごく嬉しかったです、ね、もうまずその話は通用しないですよねってきっともしかしたらその話を言っても彼らには通用しないですよって常識がないですもんねってもう常識の線引きが違うからそのことを伝えたとしても分かんないしできないですよねってこの話は絶対出てこないですよそしてって。 間違いなく出てこないですよってこんなことは普通の人には言えないですよってすごく褒めてもらってあ,ありがたいなと思ってこれが人間性ですよって小山圭子さんの TKS さんハロテパシさんありますなんか金田一さんでもねここに答えはないですよって言ったんですよってその人から話は問題提起されたから金田一さん親子三代でやってるんですよって ね、そ,そこに出て1日起きと1日ごとで、ね、そこに答えはないですよってくくってるのに慶吾さんはその答えやでそうやって答えるじゃないですかって、ね、でここがもう本当に人間性の素晴らしさだって言われ,言われたんですよね。ねえや嬉しいなと思って「深いですもんね」って本当に言ってることは深すぎるって。ねえ。 って言ってこの答えですもんねみたいなさ。で本当にね震災の人とかのことを心配してるしね親も亡くなったとかあるいは子供が亡くなってね自分の血筋がいなくなったとかあの途絶えるみたいな感じもあるのかもしれないけどすごくねやっぱそれでもまだ分かんないじゃないですか。また新しく奥さんとか。 まあできて子供作れれるかもしれない奥さんとかねあるいは、うん、旦那さんもらったりとかしてね特に子供たちはで親を両親とも亡くしたとかっていう、ね、子供とか特にやっぱり人生を真剣に捉えてもらって、うん、それでよくない別に。自分が強ければバチだっったと思って もらっていいと思うんだよね俺は自分自身が強ければあこれバ罰だったら「ああの親や,やっぱああいう親だったもんな」とかさ俺も私もあのサボってたもんなね今日聞こえた子供いたんですよねニュース見スて1チャンネルだったかな震災のことやってたんですけどそのテレパシーが聞こえてて「自分もサボってました」って。であの 小山さんですよねみたいな感じではとテレパシーで話しかけられてやっぱりそういうふうに言われてそれをその YouTube 見てやっぱ考え方が変わったって女の子だったかなうん、ああれ嬉しいなと思いましたね頑張ってくださいねって感じだったっすかよ自分は「自、う、分、ん、頑張ってんで」みたいなさそんな感じですけど。 あさお疲れ様です。ね春飛び越えて夏になるそうとしますね今日ね。だけど今日寒かったですね。はあ,でさテレパあ。テレパッタンですよ。はあ、い。テレパんタ聞ですよ。はからわかんないですよ。ほんとね。あのやっぱね物事は誰よりも真剣に捉えてもらいたいし自分の考え方心とか強かったらあ、バチだったなと。 ねえサボってたもんな俺ねえ私私のサボってたみたいなね、うん、自分はそれでいいと思うんですよ本当に自分の心が強ければねうんだか弱かったんだなとサボってたりとかね昨日さ 柔道のひふみくんっているじゃないですかひふみくん兄弟さひふみくんさ7 4キロだったんですよ俺も7 4 6キロだったって言ったじゃないですかそれで6 5キロまで落としてたんですよねであの減量成功したって言って妹さんもさ妹さん5 2キロまで減量したんですよねで妹さんも減量成功したって言ってたけど俺74からさ妹さんのところまで落としてるからね妹さんより軽いから5 1 8キロまで落としてたから でひふみくんのテレパシーが聞こえて「いやちょっと52キロは無理ですね」ってひふみくんが言ってたねあの。で妹さんが私から見て俺兄貴よりあの小山さんの方が強いって見ればわかるって言ってましたね。あ,ありがたいなと思って月のテレパシーで聞こえた月のやってたんですよね NHK でね。すごいいありがたいなと思って やっぱあの柔道はねひふみくんのがきっと強いと思うんだけどだけどちょっとアドバイスしていた一つねひふみくんと妹さんに柔道についてそのひふみくんのあのなんか柔道を見て気づいたことがあったから即座に「これこういうふうにした方がいいんじゃないですか」って言ったら「あとか言って妹さんも「あとか言って「分かります」とか言って反応してくれてテレパシーで。ねえしんちゃん。 聞こえたよ <laughs>。<laughs> あ,あ、それらさんね、はあ、見てくれてるんだな、ありがとうございます。そう、なんかね、やっぱりね、そういうあのいいテレパシーとか心をね、感じたいなと思ってあのうん。それなんか伝えていきたいなみたいなね。いやもう全然力とかないですけどね。なんか。 ちょっと世間がつまはじきにされたみたいな感じで、ね、痛えなみたいな感じですけど、うん、まあそれでもねやっぱあの強く応援してくれる方々もい,いらっしゃるんでありがたいなと思ってまあ日々精進みたいなでまた今日もいい話できてるし金田史さんのこととかね、うん、あ自分の人生のこととかね あと経済のことも話したんですけど、ね、経済のこととかもね。うん、今その日本は富裕層の前も、まあ、言いましたけどね富裕層のだけの共産主義社会主義だから富裕層ね政界財界芸能界とか、まあ、その政治家とか官僚とかにね まず赤字国債年間220兆円以上が流れてで、まあ、一般人に一般の日本の国民に流れるっていうね、まあ、仕組みを取っててそれを結構みんながあの政治家の方々でもそういう、ね、もうちょっとその富をの分配しを広げた方がいいっていうね感じになってきて。 自分は本当にそう思ってるからやっぱり政治家になった方がいいっていね目指した方がいいんじゃないかともう一回ってね言っていただいたりとかしてありがたいなと思いながら、うん、やっぱりロシアと中国と北朝鮮ですよねが今戦争をまあ請け負ってくれてるみたいな感じになってね やっぱりその資本主義と社会主義共産主義まあまあ共産主義って言いましょうか社会主義も含めてね共産主義ね資本主義と共産主義社会主義って言った方がいい共産主義って言った方がいいか共産党があるからね共産主義って言った方がいいかな資本主義に対して共産主義ねこれあの共産主義は会社ねロシアとか中国とか北朝鮮は 会社の一つ一つつを国が経営しててるってことだねそれに対して、まあ、にイギリスとかアメリカとか日本ね、まあ、フランスとかね資本主義社会だからその人のそ人の人個人が経営してるってことだよね大企業でも。でもこれやっぱあの個人が経営してるたとえ大企業だとしても国が経営してる会社には勝てないってことだよね。 勝てなないいじゃないですかで失敗なんだよね資本主義のねもう今ねうんまあロシアと中国、まあ、ロシアが表立って戦争を請け負って、ね、後ろ盾に北朝鮮と中国がねロシアを支えるっていうねでまあ世界中ちょっとその戦争みたいな感じで、まあ、人口削減とかね まあ経,済せ経済制裁みたいなさ格差を作るみたいなそういう、まあ、世界的な政治に入ってるから <laughs> すごく難しい話かもしれないけど、うん、今現状そ,ういうそれはもう本当にやっぱり声を大にしては言えないけれどもうこの小山敬吾ぐらいしかね だからそこをなんとかしないとその原因まで皆さんもきっと分かってなかっただろうからアウトロイシーバでこのこと言ってんの本当自分しかいないじゃないですか間違いなくね政治家でも言ってないんだからこのまあこういうふうに、まあ、家も出なきゃいけないとかねあるいは借金しなきゃいけないさ,れさせられて、まあ、ね家もいねなくしたみたいな 感じけど別にまだ諦めてるわけじゃないし、うん、今日のお話しした方はやっぱりねそれをなんか「あの支援者はいるの?」とかい「います?」とか言ってさ聞いてくれてやっぱりそういうのはい、あのファンの人たちがねあ,あの支援者がお金出してあの 出すべきだみたいな感じで言ってくれてたんですけどね、うん、自分もその,方とかその方々に非常にお世話になってるのでその方々がお金出してくれてるから、うん、そうなるといいで,いいわいいですよねっていうことで、ね、もっとあの視聴者の方々があの自分のことを応援して くれて、支援してくれて政治にこうねおっしゃしてくれるみたいなそういうふうになるといいですねっていうことで言葉を言われて非常にねあう嬉しいなと思ってありがたいなと思ったんですけど本当にまあその言われた通り自分も願ってるところねところで本当はねあの で、ね、あの日本でどこが好きだって言われたんですよね。今ね四国がいいかなって答えたんですよ。その方はね出雲大社だって言ってた伊勢神宮も良かったけど出雲大社で自分は出雲大社大好きですって言って四国はねなんでって言うなんですかっていうことだったんですけど石が岩がでかいって。 島とこが綺麗って言ってさなんかすっごい田舎なんだけどもう北海道も見たけど北海道のとこね四国の山がねおんなじような感じなんですよねすごい大きいんですよだけど北海道にね大きいはないんだよねあんまり四国はあるんですよマジでかいんですよすげえ違うなと思って。 もうほんと北海道も本州も九州もない沖縄とあるいは沖縄とかないんですよ四国の大きさの岩がさそれが結構たくさんんあるんですよねそれがねすげえなと思ってマジでいけんなてすごいじゃん全然違うじゃんみたいなさでなんかもう相当田舎っていうかそんな感じでなんか四万十川ってなんかこう 1,000個ぐらいにこう本流から1,000個ぐらいにこうあの小さい川なんていうの川に川が分かれてたりとかするらしいんですけどこれ繋がってんのかな,なで本流なんのかちょっとわかんないですけどその感じでこれ本流なんだろうなみたいなのをさこう車で走りながら何回か体験したんですけどすごい落ち着いてて。 な本当に田舎の人お店とかも全然ないしだけどそれがねなんかいいなと思ってなんか都会で育ったからなんかちょっと不安なところもあるけどなんかお昼昼ぐらいだとなんか落ち着くっていうかなんかいいなみたいな。 のんびりしてるなみたいな感じですごく自然を感じられていいなって感じ自分としてはねあのやっぱりどこが好きなのってどこが好きなんですかっていうことで聞かれたんですけど「やっぱ東京がいいっすね」って言ってた「<laughs> 東京は何どこ?」って言われて <laughs> えー 東京は東京結構あのー、やっぱり渋谷とかその原宿とか六本木とか青山とか銀座とかあれは歌舞伎町み新宿みたいなそういうところのなんかあのブティックの通りのショーウィンドウとかを車で走って見,見,見るのが好きでお店に入るのも好きなんですけどで洋服買ってなんかご飯食べて。 で買った洋服を着てなんか流行りの自分が気に入ったやつをそれで海に行くみたいなそういうライフスタイルが好きなんですよねと。でなんかそこにいるとそこ通ったりとかしてるとなんか前も言ったかもしれないけどタクシーとかでも。 買えなないいぐらいなんだけどタクシーぐらいタクシーの運転手とかだと高い洋服とかねい1ヶ月に1枚トレーナー買えるか買えないかっていう感じだからそれでもなんかあ今を生きてるなみたいな,なんか流行りのところにいるなみたいなさ。 そういう感じでなんか生きてるなーみたいな今を生きてるっていう感じを実感できてなんか都会が好きなんですよね。で仕事とかその調子よければ週に1回とか2回ぐらい海行ったりとかね買い物とかも3ヶ月に1回ぐらいは絶対行ってね銀座とか六本木とかでね買い物して。 でご飯食べたいみたいなねそういうライフスタイルが好きでそれでサーフィンしに行くスケボーしに行くみたいなねあるいは海外行き,行,き行きたいみたいなね、まあ、そんな感じでそれも贅沢じゃないですかサーフィンとかスケボーとかねその、まあ、選ぶ服とかね、まあ、別に誰にも迷惑かけてないし自分のね好きなことをしてるだけで。 そのライフスタイルができれば別に政治とかね目指すとかそういうのも目指してないわけではないんですけどね年にどのぐらい ?1 週間か2週間ぐらいでプータランドさんありがとうございますあーいただきますプータさんありがとうございますいただきますありがとうございますすいません年にどのぐらいかな23回ぐらい 12週間とか海外旅行して海外でサーフィンできれば幸せかなみたいなねすごくしし幸せを実感できると思うんですよね。でそういうその生活ができればやっぱり政治がうまくいってるとかねそういうことでもあると思うので、うん、本当は本来そういう性格なんですよね自分はね。なんか でもなんか要請,要請っていうか要望みたいな感じで政治家になってもらいたいって言われた時にちゃんとできるやつがいいじゃないですか人格者みたいな感じであだからそうやってそこまで応援していただけるんだったらみたいなねそういう人物像をでありたいと思ってるからそういう人物,人物でいなきゃダメだ,だなと。 日頃から心がけてるんですけどまああのアウトルーユーチューバーの掛け合いみたいなのに収益欲しいし、まあ、相手も欲しいだろうから、まあ、乗ってあげるよとそのくらいまあ自分は訴訟とか嫌がらせとかもしないよってねいたずら電話とかね暴力とかそういうのしないよっていうふうに言ってた上で、まあ、今回その大関慎吾氏に。 訴訟になってまあ相手大関慎吾氏は150万ぐらいかけてまあ自分は損害賠償六66万ということで、ね、まあその訴訟費用の半分以下みたいな感じだったけど払わなきゃいけないことを払わなきゃいけないですよね自分がね。うん、でも自分が訴訟すねあの訴訟を起こせばねまあ相手。 大関慎吾氏は間違いなくというとね自分の裁判に負けるでしょうというところですからねでもビジネスが成功すれば、ね、商売、まあ、仕事が成功すればそんな裁判で大関慎吾氏や他の人間とかもねなんか争うとか面倒くさいじゃないですかそのじなんかね一つ一つを。 で仕事で成功しちゃえばそんなことをやる必要がないっていうか、うん、もっと違うところに労力,や労力やお金をかけたいってことですよね。そんなことそんなトラブルの相手とかトラブルのことを考えたくないっていうね相手にしたくないんですよね。 性格的にそういう自分なんでまあ自分に対しての侮辱とか誹謗中傷とかなんか暴力的な,なんか発言を向けてくるとかね恐喝とかなんか脅迫みたいなね そう,うのそういう電話とかそういうなんか行為みたいな全く受け付けてないからそういうことを分かっていただける視聴者の方々に応援していただければいいかなと思って名前もあげたくないしね本来ならばそのもうね今年はあげないって言ってるんだから、まあ、それでもま前やすとかもめたからあげずにはいられなくなったっていう感じで。 まあこのヤスの喧嘩をおお終わったらもう本当に名前なく言わないからね、あの、自分のことを侮辱とか誹謗中傷とかさえそうね。ヤスとも自分もそんな喧嘩とかするタイプじゃないじゃないですか、と考えてもさ、ね、本当にね、あの、残念な感じだなと思いながら。だけど、まあ、こっから挽回していくことが、その別に、 あの過去を振り返った時にちゃんと自分で決めてやったし悪いことしてないからそこに乗った乗んないはあるけどそれが悪いことだとも思ってないし別にあの、ま、た,ただ世間が今こういうふうに視聴者の方々がねちょっとせそうみたいな感じで、ねまあ、自分の責任みたいな悪乗りでしょみたいな,うたいなそういう悪乗りとかじゃないし別にあのね 相談してもらっ電話相談してたから電話相談した人たちになんか「横山さん強くないんでなかったんですか?」とかさ「ねえ横山さん弱え」みたいな相談して損したみたいな感じは思われたくないから、まあ、大事に今今年で何年目今年6年目か本当に4年ぐらいや こんな感じでねバトル見たらもうちょっとやってるのかもしれないけどバトル系やってるけど暴力ななんか一回も振るわれたことないしねそれがやっぱ小山圭吾のあれじゃないですか、ね、あの魅力の他何者でもないってやつですよね。暴力なんか振るわれた,われたことないでしょほんとに。 ここか払拭ね拭い去ることができたらそれ大したもんじゃないですかでもそこを目指すしかないと思うし男としてねすごく大変かもしれないことは分かってるけどできたらかっこいいじゃないですかすげえなって感じじゃないですかだから皆さん応援してくださいね <laughs> おっつけ押っつけちゃったね俺ね皆さんにね。ちょっということで皆さんあのもうこれ二十歳ぐらいの時に生ってた俺が考えた言葉なんだけど「おっつけ」ってさ「つける」ってことね「けっつけ」おっ,つけっていうのはさ「まあ、お」つけたんだけどさ丁寧な感じでさあのちょっとんかここの感情をさ誰々にみたいさ「おっつけ」みたいなさおっなんかえー、なんか さっき何とかって言ったじゃんみたいなさ、なんか全然面白くないみんながしらけちゃったさ発言とか行動とかさ、なんでその行動したのみたいないや自分が悪かったですみたいなで今日の幹事をおっつけねみたいなさ、あ失礼しておりますみたいなさ感じになるわけよ。<laughs> これおっつけっていうのね。そうそう。で皆さんにあのそのことの世界平和と人々の幸せ。 まあ俺の YouTube 見ちゃったからね皆さんがねそこがいけなかったね <laughs> なんか行かれるものがあったんでしょうと皆さんねでその辺であの自分を今後とも、まあ、一回離れちゃった方がそこもいるかもしれないけどね <laughs> あの戻ってきていただいて応援していただけることをあの祈り願っておりますよ。今見ていただいている方々にもおっつけであの今後ともよろしくお願いします。 それでは皆さん、夢は未来で熟睡してください。また明日、明けたらか。明けてお会いできたら、と思いますので、お会いしなさい。それでは、失礼します。バビロン